こんにちは。アマゾンエストサポーター、古弘です、まあ。クレジットカードの話題は結構見てる、ね、方多いんで、まあ、ちょっとしばらくシリーズというか、ね、気が向いたために記事作っていこうと思うんですけど、割とクレジットカードを調べてるとよく見る、えー、記述で、ね、SPG アメックスは最強カードと、ね、SPG アメックスがまず一番いいみたいな記述をよく見るんでね、 どれどれそんなにいいのかなと思って調べてみたら、まあ、全然良くないじゃんと。ねえーまあ、何でもそこそこ高いホテルに泊まって安く、安くじゃないか。まあ、そこそこ高いホテルでアップグレードされたいとかね。あんまこだわりないけど高きゃいいみたいなね。車はトヨタのレクサスでいいかなみたいな感じの人とか、あるいはね、マリオットに泊まって、まあ、マリオットに泊まって違和感を感じないとまで言っちゃないんですけど、 まあ、えーまあ、何しろ私の趣味にはあんま合わなかった。で、おそらく動画を見てる皆さんにも使い勝手あんま良くないんじゃないかなと思ったんでね。マリーボット、ボンボイ、アメックス、ねえー、旧、えー、SPG アメックスの欠点と。素晴らしいっていうのはよくあるんですけど、いやむしろ私の中ではこれ欠点しかないじゃんというような、ね、カードだったんで、それについてちょっとシェアしたいと思います。まあ、同時に ねまあ、私が好きな、えー、カードとか、あるいは、ね、お得にホテル泊まる方法なんかを取、えー、り込んでおきます。まず、ね、最大の欠点、アメックスであると。本当にアメックス使えないところ多いんですよね。いや、アメックスはダメですよとか、アメックス使うなら1.5%マシですとかね、えー。正直、宣伝してるほど、うん、アメックスは使いやすくない。でも逆にこの s p g a m ク x 素晴らしいって言ってる人たちが行くようなホテルとかレストランだったら多分 a m ク x でも問題ないんだろうと。ただ、ね、もうちょっと、えー、どうしお金払うならいいとこにこだわりたいよとかね。いや、そんな毎回高いとこばっかで食事とかしないでしょうと。買い物しないでしょうという人にとっては a m ク x ブランドってすごい使いにくいです。やっぱりね、Visa、えー、かマスター、えー、この2つのブランドのどっちかじゃないとメインのクレジットカードには使いにくいというのがあります。 でこの s p g アメックスの、まあ、めんどくさいんでね、アメックスに今後しますけど、アメックスカードの売り、ね、100円で1.25マイル、マイルがつくと、で期限は実質無制限となってるんですけど、まあ、私が使ってるセゾン・ユナイテッド・ゴールドよりもマイル加算少ないと。ねえー、ユナイテッド・セゾンは1000円であ100円で1.5マイル。ね、この0.25マイル。 の差は結構大きいんでねこれ無視できないと無視できないってかもうすでにマイルを貯めて海外に行こうという人にとってはもうこの時点でアウトという感じですそしてあと年会費が3万1千円と高いんですけど、えー、年1泊ね、えー、その無料で泊まれる宿泊券がつくと宿泊権利がつくというのがあるんですけど、まあ、正直マリオットグループのホテルって全然そそらないと。ね まあ、あえて言えば、まあえー、ウェスティンエ、エビスのウェスティン、あるいはね、六本木のリッツ・カールトンは、ちょっと泊まってみたい気はするんですけど、まあ、正直、エビスのウェスティンだったら、えー、別に年3万1000円でね、えー、普通に泊まれるから、この無料特典じゃなくていいし、六本木のリッツ・カールトンは対象外と、ね。アップグレードを狙って、一泊高い、すごい高い費用で、リッツ・カールトン泊まるかと言われたら、 いやいやだったら大ラ新しくなってから泊まりたいような気もするしいやグランドハイアットのが便利じゃないかなという気もするしねまたはバンダリンオリエンタルあるいはパレスホテル泊まってみたいなという気もするし何しろマリオットグループのホテルってあんまり私はそそらないですで通常この SP ジャメックス素晴らしいとか言ってる人ってね年間何泊もホテル泊まってる人が多いんでそういう人にはいいかもしれない ただ逆に私みたく年間何泊じゃなくて100泊以上するんだとちょっとねあんまりそのえー1泊2万だ3万のホテルにねえ100泊するってのはあんま現実的な選択じゃないあとまあ動画見てる方とか会員さんなんかはいやホテルってそんな止まんないでしょうとねえせいぜい年に1泊か200いいホテルって年に1泊か200だし まあ仕事で出張するときはビジネスホテルだしまあ家族で海外旅行に行くときはまあえ2年かえ3年にいっぺん何泊4泊か5泊か分かんないですけどぐらい泊まるぐらいでしょうという方にはね全然この SPGAMEX メ,メリットないとむしろ会費が高いのが多大なるデメリットですで私自身が使ったことがあっておすすめなのがまずラスベガスに行くならリーディングホテルズ ね、これ、ラスベガス行くならっていうかね、ベラージオ泊まるならって感じなんですけど、正直私はラスベガス行ってベラージオ、行くならベラージオ泊まりますねってくらいベラージオが大好き。あの噴水もいいしね、えー、部屋の感じもいいし、まあカジノやらないですけどカジノもいいし、ビュッフェもいいし、便利だし、お前ベラージオの回し物かって感じなんですけど、まあベラージオかなり好きです。それでいて値段は安いときは安い。 あの他のホテルとそんんなな変わんない、まあ、もちろんすごく安いホテルはあるんですけど、まあ、すごく安いホテルはねあんまり雰囲気も良くないんではるばる日本からラスベガスまで行ってその値段の安さだけで、えーね、まして年間数泊しかしないんだったらそんなホテル泊まるかというよりはやっぱベラージュを行って非日常のいい環境を味わいたいというのがあるんでベラージュを泊まるんですけどこのベラージュを泊まるときにこのリーディングホテルズという、えー、会員組織、ね、に入って で年175ドルを払うとベラージオの部屋がアップグレードされて朝食がつきます。でこのアップグレード費用も朝食もね、まあ、家族2人で行くのか、まあ、子供も入れて3人で行くのか分かりませんけど、まあ、少なくとも私なんか一1人で利用したとし,したんですけど、確かこれ会員になった時はベラージオに10泊したのかな。うん、確かそんなもんでしたけども、も全然お得でしたね。部屋は。 えー、広めの噴水がよく見える部屋にアップグレード一番安い部屋で予約したら確かね1万4000ぐらいの安い部屋なんですけど、まあ、その噴水のよく見える広い部屋にアップグレードされて朝食もつくと、ね、でそれ以外にもこのリーディングホテルズの、えー、会員になってるホテルはパリのリッツとか、ね、大倉ホテルで以前私が入った時は、えー、帝国ホテルの大阪、ね、大阪帝国ホテルも入ってました で、ベラジオの、えー、チェックインの時は、えー、まあ、マネージャーが出てくるんですね、いきなりね。お、リーディングの会員さんですかみたいな感じでね。普通の人じゃなくて、そちらでお待ちください、みたいな感じでね。待ってるとマネージャーがやってきて、名刺渡して何でもあったら寄ってくれ、みたいな部屋ももちろんアップグレードしていてよ。はい、これ職権、ね、調食券ね、みたいな感じで。なんかかなり、え、あの、 1> そんな1万5000円とかね、そんな程度の確か会費だったんですけど、こそんなに至れり尽くせいなんだって驚いたんですけど、まあ、クレジットカードじゃないんでね、入ろうと思えば誰でも入れて、で1年だけ使って、翌年ね、えー、ホテルと予約する予定がなかったら別に継続する必要もないんで、まあ、これかなりおすすめですね、この会になっているホテルがあって、値段比べてここで取ってもね、大した変わらないんだったらすごいおすすめです。まあ、朝食ついてアップグレードされると。 事前アップグレードは年間1回だけみたいですけど、実質空いてたらアップグレードされますんでね。これはかなりおすすめの、えー、ところです。で、結構買いになってるホテルは、うん、泊まってみたいねっていう思ってるホテルとか、いい,いいんで昔泊まったホテルとか、まあ、そんなのが多いんでね。これはかなり強くおすすめ。あの、いいホテル泊まろうかなと思った時に、ここの買いになってるホテルを泊まると、まあ、 値段さえ合えばいいホテルでありますし、まあ、結構いいかなという感じです。あと、ね、単純にまあホテル、ね、アップグレードされたいとか、朝食無料でつけたいとか、割引受けたいという場合は、何もそんな年会費3万1000円なんかの、ね、会員にならなくても、大体のホテルがホテルのハウスカードを持ってますので、そこの会員になるだけで大体使えることがあると。で例えば、ね、私は大阪の帝国ホテルが好きなんで、 インペリアルクラブ入ってたんですけど、まあ、実際問題ね、えー、航空券とセットになってる、えー、アナとか JAL の、ね、ツアーの方が安いんでそれを使ってますただチェックインの時に、ね、インペリアルクラブの会員だって名前と生年月日打ち込むと分かるんであ会員さんなんですねっていう話をして大抵アップグレードされてます これ多分ねツアーのときはそんな得点つけないっていう決まりなんでしょうけど、まあ、空いてたらアップグレードしてくれるのかなと、ね、まあ、人によるのか、年間宿泊数によるのかわからないですけど、まあ、ね、この1350円の会費でアップグレードされるし、ハレクラニ、ね、ハレクラニのアップグレード、レートチェックアウトされるし、ね、ハレクラニの大阪もレートチェックアウトされるし、朝食券はつくし、まあ、これ、帝国ホテル好きだったら入った方がいいと思います。 あの、まあ、全然大阪駅から遠いですけど、まあ、シャトルバス出てるし、ね、私ここのプールが好きなんですけどプールはえー時間を見計らっていけばガラガラだし、まあ、スポーツクラブもいい感じだし、まあ、そんなこんなで大好きなんですけど、まあ、好きなホテルのハウスカードを調べて入るというのもおすすめです何しろね 普通、毎月ホテル泊まってますとか、そういう人いないと思うんでね。まあ、世の中にはいるでしょうけど、まあ、そういう人が私の動画を楽しみに見てるとも思えないんで、まあ、ホテル、ね、たまにしか泊まらないと。ね、で、いや、海外旅行も毎月とかね、毎、半年に1回とか、年数回とか行きませんよ、という人にとっては、ね、この SPG アメックスね全然メリットないじゃんと。ね、だったら、その、目指すホテルの、ね、会員カード、 ハウスカードに会費入るとか、そうした方が全然安上がり。